はい。皆さん、こんばんは。高きです。えー、今日はですね、まあ結構一大ニュースがあって、えー、まあ大忙しの一日でしたね。えー、トゥルントゥルンさんというね、えー、闇系を暴く YouTuber さんが、まあ実はやらせだったということで、えー、ご自身でね、えー、告白されました。でね、その闇を暴いたのが、えっ、ー、と、シャモー、 のシャモジさんというですね、ちょっと言いづらい名前のユーチューバーさんなんですけど、えー、要はそのシャモのシャモジさんと、えー、アルファベットのね、Q、Q さんというユーチューバーの方が、えー、以前からトゥルントゥルンさんの動画を疑ってて、実はやらせじゃないかということでね、えー、一応その動画内の状況の、えー、確認、 やらせではないんかという調査。あとは、えー、音声解析。で、最終的にね、えー、はっきりとやらせだと分かったのは音声解析です。で、その音声解析をしたところ、その、半グレの役の男性の声が、音声解析で、え、音声の高さをこう変えていくと、要はもう、トゥルントゥルンさんの声そのまんまになっちゃったんですよ。 そこでね、えー、トゥルントゥルンさんも自分でした。私はやらせでしたっていう、えー、全部今日報告、告白があったんですけども、で、その後のトゥルントゥルンさんの動画がまた一本上がりまして、で、トゥルントゥルンさんはね、もう要は開き直っちゃってるんですよね。えー、私の動画、ほとんどやらせです。で、また、他のユーチューバーもなんか巻き込んじゃって、 YouTube の闇を暴くなんていうシリーズやってんのは全部やらせっすよ。なんていうこと言ってましたね。で、えー、もうトゥルントゥルンさんの態度がね、ひどくて、えー、要はね、えー、何も悪いことしたと思ってないんですよ、自分は。わ僕にスパチャをくれた人にとっては、スパチャをくれた人には申し訳ないと思ってるけども、 その他の人たちは無料で私の動画見たんでしょう。っていうような、あの、スタンスなんですよ。で、まあ、要はね、ま、あ思ったよりは炎上してなくて、ファンの方も結構まだ根強いみたいで、ま、あエンタメとして見てました。という意見とか、えー、やらせだったとしても、ま、あすごい技術、すごい編集ですね。 えこれからも見させていただきますというえー、まあ肯定的な意見も多かったっていうのも事実ですで問題なのはねそのトゥルントゥルンさんがね、えー、そのシャモのシャモジさんの動画を違反申告して著作権違反として動画を削除させたりしてるんですよあと Q さんのね音声解析動画を削除させたりしてるんですでまあそこまでする必要が あるのかなとトゥルントゥルンさんはね。って私は思ってます。要はまあそれがきっかけで自分が告白することになってしまったけども今回のお「やらせです」っていう騒動をきっかけにトゥルントゥルンさんを知った方がいっぱいいるわけですよ。で私も今回この動画でトゥルントゥルンさんが「やらせでした」っていう動画を上げましたけども実際にはコメント欄で「 そのトゥルントゥルンさんっていう方は私は初めて知りましたっていうコメントが何個も来てるんですよ。なので今回の騒動をきっかけにトゥルントゥルンさんを知った方っていうのもね、すっごいいっぱいいると思うんですよね。なので、ね、どちらかというとトゥルントゥルンさん、シャモのシャモジさんと Q さんに感謝してもいいんじゃないですか。でもこれはいずれ長いことやっていけばわかることだったじゃないですか。それなので、 えー、まあ,あねまあお互いちょっともめてもメリットはないかなと思うんですよね。でまあ今日トゥルントゥルンさんがあげた動画でまたトゥルントゥルンさん告白されてましたけども、えー、警察署内の動画は他の動画から借りてきた天才天才まあか借りてアップした天才ですとか。 え、つつもたせで出てた女性は、えー、私のお抱えのカメラマンですとか、言ってます。で、トゥルントゥルンさん良くないのはね、他の YouTuber さんのことまで、え、エドさんもやらせですとか、オミ TV もやらせですって、それは言わなくていいと思うよ。まあまあ、怪しい部分はあるんかもしれないけども、本当かもしれないじゃん。 ねえ、その、シャモのシャモジさんとかね、Q さんもね、動画削除されて非常に困ってるんですよ。トゥルントゥルンさん。あなた、もうこっからね、ちょっと方向転換して違う動画上げていくんだったら、ここでちょっと揉め事は終わりにして、ま、俺は何も悪くないですなんて言ってないで、一回謝ったらどうですか トゥルントゥルンさんね、動画に出てくれる方、募集してみるみたいなんですけどもね、よかったら私出ますんでね、対談しませんかトゥルントゥルンさん <laughs>、えー。ということでね、まだまだその炎上は収まりそうにないですけども、まあこの件についてね、いろんなコメントあると思うんで、視聴者の皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。私のコメント欄までどしどしコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた。